1969年の拡張計画地図、メトロポリタントランスポーテーション、ア・プログラムフォーアクション、単純に略して、プログラムフォーアクションあるいはグランドデザイン、ニュールートプログラムは、1960年代半ばに、アメリカ合衆国のニューヨークにおいて、当時の市長ジョンリン税が作成した、公共交通の大規模拡張提案である。プログラムフォーアクションは、 当初1968年2月29日に公表され、ニューヨーク市地下鉄の歴史の中でも最大級に野心的な拡張計画であった。計画では50マイルに及ぶ線路を新設し、そのうちの8割以上はクイーンズ区に建設されることになっていた。総額29億ドルの計画には、現在のロングアイランド鉄道やメトロノース鉄道の通勤輸送や公共交通を ニューヨーク地域の空港とより緊密に連絡するなど、その他の公共交通手段の改善も含んでいた。プログラムフォーアクションの計画で推進される交通の改善により、ニューヨーク地域の既存の公共交通の過密を救済できるものとされていた。しかし、プログラムフォーアクションで提案された多くの路線の新設や交通機関同士の連絡は承認されたにもかかわらず、 ニューヨーク市が1975年に財政破綻寸前となってしまったため、2件のプロジェクト以外は資金不足により中止となった。残された63丁目線とアーチャーアーベニュー線の2件のプロジェクトは当初計画に比べて大幅に全長を短縮され、当初予定していたよりもはるかに遅れて開通することになった。結局、プログラム4アクションで ニューヨーク市地下鉄に建設されたのは、たったの6駅と15マイルの線路のみであった。プログラム4アクションの前段階で建設された IND6 番街線57丁目駅1960年代には、ニューヨーク都市圏にはおよそ1万3000平方マイルの面積2800万人の住民がおり、都心部の多くの住民が郊外に移住していくため、特に郊外部において、 都市圏の人口は急速に増加していた。ニューヨーク州議会は1965年に経営破綻していたロングアイランド鉄道を運営させるためにメトロポリタンコミュータートランスポーテーションオーソリティを設立した。その2年後には住民投票によりニューヨーク州の交通インフラを改善するために25億ドルの再建を発行する案を承認した。 当時のマクタ議長のウィリアム・ローナンは、この再建によって調達される資金を用いた、ニューヨーク市地下鉄の路線延長は、少なくとも5年では完成しないだろうと発言していた。1968年に、マクタは、ニューヨーク市のニューヨークシティトランジット・オーソリティを参加に、収め、ペンセントラル鉄道から後にメトロノース鉄道となる、いくつかの路線の長期借り受けを開始した。同年、 ニューヨーク州議会が承認した交通事業向け再建25億ドルの一環として、マクタには6億ドルが割り当てられた。ニューヨーク市はすでに地下鉄網がカバーするすべての4区において、路線網を拡大し、ほとんどの地下鉄利用者が最大でも1回の乗り換えで、目的地へたどり着けるようにしようと考えていた。当初の計画は、ブロンクス区の IRT3 番街線を取り壊し、 マンハッタンとブロンクスに IND2 番外線を48丁目の支線付きで建設し、ブルックリンクで IRT のストランドアベニュー線をフラットブッシュアベニューに沿って伸ばし、ロングアイランド鉄道用に63丁目トンネルを建設して、クイーンズ区ではジョンカイケネディ国際空港へロングアイランド鉄道を乗り入れるというものであった。百六十八年二月十九日に、 ニューヨーク州知事ネルソン・ロックフェラーに対してマクタは56ページに及ぶ報告書を提出し、その中でメトロポリタントランスポーテーション、ア・プログラムフォーアクションという名の地下鉄、鉄道網改良計画を提案した。この提案に関わった幹部としては、ニューヨークの野球業界に関わっていたウィリアムシーがいた。プログラムフォーアクションは、ニューヨークのジョン・ギンゼー市長が企画する。 その他の開発や交通関係の計画とともに同時に進められることになっていた。こうした開発としては、住宅、教育設備に関する臨勢のリニア式計画や、ロバート・モーゼス・テ案ヤンの何本かの、週刊高速道路の計画などがあった。計画発表の翌日の3月1日に、マクタはメトロポリタントランスポーテーションオーソリティとなった。 プログラム4アクションの理由付けとしてマクタは、1985年までには、この都市圏には2500万人が住むことになる。最良の推計に基づけば、主に郊外において人口が増加するものと見込まれる。ニューヨーク市は、1985年まではそれほど成長しないものと見込まれている。停滞する人口はしかしながら、市の郊外地域に再配置されるものと思われ、スタテンアイランド、 クイーンズ、ブルックリンとブロンクスの一部で人口が増加する。一方で、都心に近い古くからの地域は、比較的人口が安定するであろうと述べていた。この20年間に、ニューヨーク市では、雇用が250万人分増加し、マンハッタンの中心業務地区ではすでに8.6平方マイルの地域で780万人の雇用を、抱えていた。プログラムフォーアクションは2段階に分かれており、 総額で29億ドルかかるとされていた。またはこのプログラムに向けて1967年に発行した再建収入が財源の大半となっている10億ドル以上の資金を与えられていた。またやはり多くの資金を毎年2500万ドル以上の利益を計上しているトライボロー協力トンネル局が出すことになっていた。 プログラム4アクションの一環として、すでに時代遅れとなっていて荒廃しているものとされた既存の高架構造物は近隣地区の開発促進を兼ねて新しく建設される地下鉄に置き換えられることになっていた。クイーンズのジャマイカ地区の業務地区にある BMT ジャマイカ線東端部は BMT アーチャーアーベニュー線に置き換えられることになっており、一方ブロンクスに残る。 IRT3 番街線は、メトロノース鉄道ハーレム線に沿って、パークアベニューの下に新しく建設される地下鉄に置き換えられて取り壊されることになっていた。市の当初計画に従い、新しい地下鉄路線はこれまで、あまり公共交通の恩恵を受けていなかった地域に交通機関を提供し、一方で、メトロノース鉄道やロングアイランド鉄道の改良も行われることになっていた。 IND6 番街線2967年から1968年にかけてプログラム4アクションの全段階プロジェクトといえるクリスティーストリート連絡線の一環として完成したグランドストリート駅と57丁目駅は新しいプログラムで建設される路線網に組み入れられることになっていたプログラムが完成した際に計画されている運行系統を示す 地下鉄網の地図も描かれた。この新たな延長計画は合計して50マイルに及ぶ営業キロに達していた。また議長の老難は、我々は30年間に及ぶ無意無作主義の遅れを取り戻すとして、またをプログラムフォーアクションの実現へ向けて動かした。1968年7月に地域計画協会は延長計画を支持する別の報告書を発表した。 2ヶ月後の1968年9月20日、ニューヨーク市予算委員会とジョン・リンゼ市長は、交通委員会が推薦した8本のルートのうち6本について、総費用13億ドルで承認を行った。プログラム4アクションの一環で、最終的に建設された6駅のうちの一つ、レキシントンアベニューマイナス63丁目駅第1段階は、IND クイーンズブールバード線と、 IRT 歴新東ンンアベニュー線を保管する新たな地下鉄路線と線路容量を拡大するための新しい分岐点と近代化された集団駅で構成されていた。また荒廃していた路線の改良工事も含んでいた。当初は第一段階には9億6100万ドルかかるとされたが、費用は後に16億ドルに膨れ上がった。 第一段階は10年ほどの期間で完成させることになっていた。63丁目南東クイーンズ線、バイパス急行線はロングアイランド鉄道の本線の外側の線路用地を使うことになっていた。ロングアイランド鉄道自体はこの写真に映る4本の線路を使う予定でバイパス急行線の内側に挟まれることになっていた。第一段階の期間プロジェクトは マンハッタンのミッドタウンにある既存の57丁目駅からスプリングフィールドガーデンズにあるやはり既存のロングアイランド鉄道ローレルトン駅を結ぶ63丁目南東クイーンズ線であったこの路線の建設は3区間に分けられた最初の区間はルート 131A とされマンハッタンの6番街と7番街から63丁目とイースト側の下を通り ノーザンブールバードへと向かう。次の区間は、ルート 131B とされ、バイパス急行線として、ロングアイランド鉄道の線路時期に沿って、ホレストヒルズへ向かう。そして、最後の区間が、ルート1 3 1 d と呼ばれ、南東クイーンズ線とも呼ばれて、クイーンズブールバード線のブライヤーウッドで分岐して、ジャマイカ市街地を通り、ロングアイランド鉄道アトランティック支線に沿って、 スプリングフィールドガーデンズまでをジャマイカ市街地のジャマイカアベニューにある既存の高架構造物を撤去できるように接続線も含めて作る。この路線の最も西側の区間には63丁目トンネルとそこから IND6 番外線と BMT ブロードウェイ線への接続を含めた大規模な路線建設を含むことになる。63丁目トンネルのイースト側をくぐる区間には 上層に地下鉄用の2本の線路と下層にロングアイランド鉄道用の2本の線路を備えることになっていた。このイースト側をくぐる区間の建設により IND クイーンズブールバード線、IRT フラッシング線そして60丁目トンネルの列車の混雑を緩和する予定であった。63丁目トンネルのルーズベルト島西側に設けた準備工事から南へミッドタウンや ローアーマンハッタンへと向かえば IND クイーンズブールバード線と IND 二番街線の間を結ぶ列車を運行できることになっていた。こうした分岐機群は2007年に開始された新しい二番街線プロジェクトの第三段階及び第四段階で使われる可能性がある。ノーザンブールバードより東ではクイーンズブールバード線との分岐点が置かれることになっており、 63丁目南東クイーンズ線は既存のクイーンズブールバード線に対して長急行バイパスとなることになっていた。ピーク時の既存路線の過密のためにこのバイパスは提案され、当初は単線の高速急行線として途中駅なしで時速70マイルまでの速度で列車が走れるようにすることになっていた。このバイパス線は複々線のロングアイランド鉄道本位線の両側に 並行して存在する日本の線路のうちの1本を使う予定であった。この線路はかつてロッカウェイビーチ支線に使われていたもので、その時点では使用されていなかった。サニーサイド車両基地近く63丁目線の21丁目、クイーンズブリッジ駅の東側で路線が始まる予定で、将来的に60丁目トンネルや53丁目トンネルに繋ぐ可能性もあった。 東端側では、ロングアイランド鉄道の線路時期を、ホワイトポット分岐点付近で離れて、イエローストーンブールバードの下を走り、ホレストヒルズマイナス71番街駅の近くで、クイーンズブールバード線へ合流する。71番街駅は2層か3層構造の駅に改造され、長久高線の線路は、現駅南側に建設される、下層階を使い、その先で、 クイーンズブールバード線本線に合流する予定であった。後の計画でこの路線は伏線となり、ロングアイランド鉄道のウッドサイド駅の隣に中間駅が追加された。また、既存のクイーンズプラザ駅に隣接して、ノーザンブールバードの63丁目線に参戦式の駅を設けることになった。このバイパス線と提案されたウッドサイド駅のために、 ロングアイランド鉄道本線とポートワシントン支線が分岐するウィンフィールド分岐点の西で民有地にロングアイランド鉄道本線の敷地を拡張する必要が生じ、またサニーサイド車両基地の線路配置の再構成が必要となった。また IND クイーンズブールバード線の線路容量をさらに拡大するために逆走も可能にする信号に改良する予定であった。 この路線の線路容量を十分確保するため、GG 系統の列車のクイーンズブールバード線運行を止める必要があり、新たな終端駅で折り返しが必要となった。63丁目線が2001年に開業した際には、解消された G 系統の折り返し設備を設けるために、コートスクエア駅が改造された。路線の南東クイーンズ地区の区間は、IND クイーンズブールバード線から、 フライヤーウッド駅の既存の準備工事の場所から分岐してロングアイランド鉄道アトランティック支線を通り途中ジャマイカ駅でロングアイランド鉄道に接続し南東クイーンズのスプリングフィールドブールバードへと向かうこの南東クイーンズ延長区間は2層構造で計画されていたアーチャー,アーベニュー線の上層階を使うことになっておりロングアイランド鉄道支線に沿って何本か 計画された路線の中でも最重要のものであった。当初はロングアイランド鉄道ローレルトン駅を拡張する構想となっていた。アーチャーアベニュー線の上層階はクイーンズブールバード線の列車が南東クイーンズ方面に走るために利用する一方、仮想階は BMT 用でルート133の第2段階の一環として、 建設される予定で、アーチャーアベニューをさらに先に、ホリスの188丁目へ向かうことになっていた。どちらの路線も、ジャマイカセンター、パーソンズ、アーチャー駅までしか建設されなかった。ロングアイランド鉄道の延長には、新しい駅の建設あるいは既存設備の改造、列車を走らせる線路の容量拡大などが必要となった。 ロングアイランド高速道路姿勢及びその他のクイーンズの路線もう一つ、あまり公やになっていなかった計画として、新たな伏線の地下鉄路線として、ルート百三十一 c が六十三丁目、南東クイーンズ線から分岐することになっており、ウッドヘイブンブールバード駅の西側で、IND クイーンズブールバード線から分岐し、週間高速道路四百九十五号線に沿って並行する敷地を通って、 キッセナブールバードへと向かう。第1段階では、キッセナブールバードのニューヨーク市立大学クイーンズ校まで行き、第2段階ではフレッシュメドーズやベイサイドへと達する。この北東クイーンズ線は、計画されていた高速道路拡幅と並行して建設されることになっていた。地下鉄の線路は高速道路のかまたは、速道の下あるいは、シカゴエルのブルーラインのように、 拡服された高速道路の中央分離帯に建設する計画であった。かつては63丁目トンネルからノーザンブールバードの下を走って現在のフラシンクメインストリート駅の近くまで走りそこからキセナブールバードとパーソンズブールバードの下を南へ走ってロングアイランド高速道路の近くでニューヨーク市立大学クイーンズ校に達する計画であった。 こうした経路の路線は、1929年と1939年の IND 第2路線網としても、60丁目トンネルの東で BMT ブロードウェイ線の延伸として提案されており、当時は高速道路建設前で、ロングアイランド高速道路に相当する道路は、ナッソーブールバード、後にホレースハーディングブールバードと呼ばれていた。プロジェクトの主たる部分ではないが、 廃止されたロングアイランド鉄道ロッカウェイビーチ支線へ接続する案が地下鉄のないクイーンズ外部地域への他のロングアイランド鉄道支線群へのものとともに1963年および1967年に提案された南東クイーンズ線に対して IND フルトンストリート線をユークリッドアベニュー駅から東エピトキンアベニューまたはリンデンブールバードの下を延長する案 あるいはオゾンパーク、レファーツブールバード駅から東へ、リバテアベニューの下を延長する案など、大体案も1963年及び1967年に提案された。どちらのオプションでもその先を東へジャマイカまで続き、南に向きを変えて、メリックロードの下をスプリングフィールドブールバードへと向かうことになっていた。ロッカウェイへの延伸も、フルトンストリート線の延伸案に案も、 1929年及び1939年の IND 第二路線網の計画の一環として過去に提案されており、最終的にはプログラムフォーアクションの使用計画には含まれなかった。BMT63 丁目線から IND2 番街線へ向けて建設されたトンネルの一つ1910年代末まで遡る計画路線である IND2 番街線は、 バッテリーのウォーターストリートからブロンクスの東180丁目まで建設されることになっていた。この路線は3段階に分けて建設予定となっていた。最初の段階、ルート 132A では34丁目から126丁目の区間と63丁目トンネルへの接続線を建設することになっていた。次の段階はルート 132B でさらに北へ ブロンクスの東180丁目まで伸ばし、既存の3路線と連絡することになっていた。最終段階のルート 132C は34丁目から南へバッテリー近くのブリッジウォーターストリートまで延長する。2番外線計画はミッドタウン及びアッパーマンハッタンのイーストサイドを走る唯一の残存として都市鉄道である。 IRT 歴新トンアベニュー線が過密となっていたため優先度が高くなっていた。二番街線のアッパーマンハッタン側の区間、マンハッタンの六十三丁目からブロンクスの百三十八丁目駅までは複線で建設されることになっていた。二番街線の停車駅はブロードストリート駅、ハウストンストリート駅、三十四丁目駅、四十八丁目駅、五十七丁目駅、 86丁目駅、106丁目駅、125丁目駅と提案されていた。当初はアッパーイーストサイドの住民は72丁目や96丁目に駅がないことに苦情を申し立てており、72丁目駅は後に2番外線建設計画に組み込まれたが、96丁目駅は結局組み込まれなかった。ブロンクスへは レキシントンアベニュー線からの列車が直通していた IRT ペラム線と IRT ダイヤー、アベニュー線を B ディビジョンの規格に改築した上で2番街線に接続する計画であった。2番街線は138丁目の下を東に走り、そこからアムトラックの北東回路に沿ってブラックナー高速道路とウェストチェスターアベニュー近くまでペラム線の急行バイパス線として走り、 そこから、ペラム線とダイアアベニュー線の支線へと分岐していくことになっていた。IRT ペラム線の3番街 -138 丁目駅のすぐ東にある、ブルックアベニュー駅は、対面の理解ができるように改築されることになっていた。それより北では、ウェストチェスターアベニュー近くのウィットロックアベニュー駅で、ペラム線への乗り換えを可能とし、また、これより、 北のペラムベイパーク駅までの区間の駅では、2番街線から乗り入れてくる、長くて幅の広い B ディビジョン用の車両に対応するために、プラットフォームの幅を狭くし延長することになっていた。IRT 側から乗り入れてくる各駅停車は、ペラム線において、一駅南のハンツ、ポイントアベニュー駅を終点とする計画であった。一方、ダイアアベニュー線の方は、 かつてのニューヨークウェストチェスターボストン鉄道の線路時期に沿って北へイーストチェスター、ダイア,アーベニュー駅へと伸びている。2位は &B の内地下鉄用に再利用された区間で、あるダイア,アーベニュー線の各駅は幅の狭い A ディビジョンの車両に対応するために一旦は拡幅されていたプラットフォームを再び削ることになっていた。ダイア,アーベニュー線各駅のプラットフォームは b d ィビジョン車両重量編成に対応するため、少なくとも600フィートの長さに延長されることになっていた。東180丁目駅の北側にある、ダイヤアベニュー線と IRT ホワイト、プレーンズロード線の間の分岐点と、ホワイトプレーンズロード線から駅へ至るアプローチ部分は、急曲線を解消するために改良されることになっており、 駅の配線自体も対面乗り換え対応に改築されることになっていた。二番街線に関連して、レキシントンアベニュー線とホワイトプレーンズロード線を結ぶ149丁目、グランドコンコース駅にある急曲線も解消されることになっていた。左側にある BMT カナーシー線は、プログラム4アクションの計画により、 右側の米ッジ支線に沿って建設される西側の新たな構造物に移される予定であったマンハッタンではカップハンドル支線あるいはローアーイーストサイドループルート 103B と呼ばれる支線が2番街駅の東側のハウストンストリートの下で IND6 番街線から分岐し北に向きを変えてアベニュー C ーの下を通り8丁目に途中駅を設け14丁目で 西に向きを変えて8番街で BMT かなしい線へと合流する計画であった。この支線は公共交通の不便なアルファベットシティのためのものであった。アルファベットシティの住民の多くが貧困労働者層であり、2番街線はアルファベットシティの住民が利用できるほど近くを通らないということから、このアベニューシーカップハンドルなどと呼ばれる支線が提案された。この路線は 予算委員会に1970年3月19日に承認された。ブルックリンでは当時発展しつつあったミルベースギア、スプリングクリークといった地域への何本かの路線延長が提案された。IRT イースタンパークウェイ線のロジャーズ分岐点は2層構造になっているイースタンパークウェイ線から IRT のストランドアベニュー線が平面交差で分岐していたことから ラッシュ時には大きなボトルネックとなっていた。何本かの延長路線に対応するよう、線路容量増大のために、ロジャーズ分岐点は立体交差に改築する必要があった。当初計画では、IRT のストランドアベニュー線は、フラットブッシュアベニュー、ブルックリンカレッジ駅から先へ、フラットブッシュアベニューに沿って、キングズプラザのアベニュー U まで延伸することになっていた。 他の計画としては、既存のトンネルの終点があるアベニュー H からのストランドアベニューに沿って伸ばし、アベニュー W、またはブーリーズアベニューのシープスヘッドベイへと延長するものがあった。この2番目の案は、路線の当初建設計画としても提案されていたものであった。ノストランドアベニュー線の計画、ルート 29C はキングスハイウェイ、アベニュー R。 アベニュー W の3カ所の駅を設け、アベニュー W の南側に留置線を設ける案で、1969年6月3日に予算委員会の承認を得た。イースタンパークウェイ線の支線、ユーティカーアベニュー線あるいは、ルート 57B もまた、ユーティカーアベニュー経由ではあるが、フラットブッシュアベニューとアベニュー U へと延長が提案されており、これもまた長らく計画されていた延伸であった。 この路線には4駅が設けられる予定であった。駅は、ウィンスロップストリート、キングスハイウェイ、キングスプラザとアベニュー U の終点駅である。キングスハイウェイ駅では、ベイリッチ支線を経由して走る列車と接続し、東48丁目に出口を設ける。一方、イーストニューヨークの IRT ニューロッツ線は、南へ、リボニア車両基地を通って、フラットランズアベニューへと延伸する計画で、 この路線は地上を走る予定であった。同じくブルックリンにおいて BMT カナーシー線はスターレットシティからの地下鉄を利用可能とするスプリングクリークへの東側の支線を建設する計画であった。本線もまた南側の終点であるカナーシーロッカウェイパークウェイ駅から IRT のフラットブッシュアベニューブルックリンカレッジン駅そばにあるミッドウッド及びフラットランズに 新しい終点駅を設けて延伸する。このルート変更では、ニューロッツアベニュー駅と、カナシロッカウェイ・パークウェイ駅の間の既存線路は利用しない、予定であった。さらに後の計画では、この路線を、IND、カルバー線のアベニュー I 駅近くの、マクドナルドアベニューまで西に、あるいは可能ならば、ニューユトレヒトアベニュー、62丁大目駅付近のユトレヒトアベニューまで延長して、 ブルックリン中央部を貫通する横断路線を形成する計画もあった。また、ブロードウェイジャイクション駅より南で、カナーシー線の線路を現在より西側に、現在は貨物列車だけが走っているロングアイランド鉄道ベイリッジ支線に並行して、あるいはロングアイランド鉄道とリンデンブールバードの間に建設が計画されていたクイーンズインターボロ高速道路と、 クロスブルックリン高速道路の中央分離帯に移設しようという提案をされていた。この線路付け替えにより、どちらの延長計画も対応するはずであった。現在のブッシュウィックアベニュー駅、ブロードウェイジャンクション駅及びアトランティックアベニュー駅は、ベイリッチ支線上の一駅に統合され、新たにサッターアベニュー駅、リボニアアアベニュー駅が建設され、東105丁目駅は、 ベイリッチ支線のロッカウェーアベニュー付近に移転される予定であった。追加の駅は、レムセンアベニュー、ラルフアベニュー、ユーティカアベニュー、ノストランドアベニュー、アベニュー H、マクドナルドアベニュー、そしてニューユトレヒトアベニューで終点となる。市計画委員会は、最終的に、ユーティカアベニュー経由の路線を好まず、資金がないとしてノストランドアベニュー線延長は、不必要だと決定した。 代わりに計画委員会は BMT カナーシー線の延長を建設すると提案した。マクタはこれらの新線の運営のために500両の空調付き高速地下鉄車両を購入する予定であった。新設あるいは拡大された車両基地が新線向けに量数が増大する地下鉄車両を収容するために準備される予定であった。さらに500両を追加する購入計画は 第2段階で実施されることになっていた。1973年当時のスタテンアイランド鉄道、当時まだ新しい R44 型で運行されているプログラムの一環として、スタテンアイランド鉄道は全面的に改修工事を受け、第1段階と第2段階で新車両を導入する計画になっていた。48丁目3番街に新しい メトロポリタントランスポーテーションセンターが建設され、ロングアイランド鉄道の新鮮のターミナルとなって、そこから63丁目トンネルの2層構造のうち、仮想へと線路が通じることになっていた。また提案されていた、ジャマイカ経由で JFK 空港への新しい高速支線向けのターミナルも備えることになっていた。ターミナルは47丁目から50丁目にかけて広がり、 またこの路線のトンネルは63丁目から42丁目に渡って掘られる。47丁目から42丁目までの区間はオフピーク時の車両留置用に用いられる。グランドセントラルマイナス42丁目駅への乗り換えが可能となる予定で、またグランドセントラル駅へは新たに北端側のアクセスポイントを通じて連絡できる予定であった。建設費用は トランスポーテーションセンターの上にオフィススペースを設けることで総裁されることになっていた。島式ホーム4面と8線が2層構造に分けて設けられ、その上に改札外が設けられる。このプロジェクトの費用見積もりは3億4100万ドルで、または2億2700万ドルについて連邦資金を申し込んでいた。ターミナルの建設は地域の性質を変えてしまうとして、 建設予定地であったタートルベイの住民たちから反対を受けた。タートルベイ住民はターミナルをグランドセントラル駅に移すように求めた。住民たちは新しいターミナルが持ち込むであろう交通の混雑も嫌っていた。または3番街だけがターミナルを設置できる唯一可能な場所でグランドセントラル駅では鉄道路線の集中度が高まりすぎてしまうと 検討結果を示して反論した。ロングアイランド鉄道がグランドセントラル駅に乗り入れれば、レキシントンアベニュー線にさらに負担がかかると結論していた。もし3番街にターミナルを置けば、当時部分的に建設中であった2番街線にも旅客が流れるであろうとした。1973年4月16日に連邦政府は、 ニューヨーク州に対して3番街に新たなターミナルの建設をする前にグランドセントラル駅の拡大と近代化を検討するように指示した。ロングアイランド鉄道はロンコンコマ支線のパインド運ン駅までとポートジェファーソン支線のノースポート駅までを電化することになっていた。ロングアイランド鉄道では新しい高速対応電車を350両導入し、 信号設備と分岐点を改良し、プラットフォームの高さを向上し、その他の改良で既存車両も更新することになっていた。というのも当時、ロングアイランド鉄道のほとんどは、非電化で駅のプラットフォームから列車に対してステップを登らなければならなかったのである。報告書にはさらに3本の通勤鉄道近代化も含まれていた。ニューヨークニューヘイブン ハートフォード鉄道は144両の電車を導入し、信号設備を改良し、プラットフォーム高さを向上し、車両の更新を行う。ペンセントラル鉄道は130両の電車を導入し、プラットフォーム高さを向上し、ブルースター駅までの区間を電化する。ニューヨーク州内のエリー・ラッカワナ鉄道は、新車を導入し、ペンシルベニア駅への乗り入れができるかどうかの検討を。 開始することになっていた。こうした改良計画は、プロジェクトの第2段階にまで及ぶことになっていた。ニューヨーク市域外では、マクタは、ウエストチェスター軍のタリータウンとホワイトプレーンズ、サフォーク軍のレパブリック空港、ロックランド軍のパールリバー、オレンジバーグ、スプリングバレーに交通ハブを提案していた。さらにマクタは、ウエストチェスターに空港を提案していた。 プログラム4アクションの一環として建設された、高価の BMT ジャマイカ線と地下のアーチャーアベニュー線を結ぶ連絡線、第2段階は、第1段階の後に13億ドルをかけて建設する。第2段階は概ね、既存路線と第1段階で建設された路線の延伸で構成されていた。第2段階は2番外線の完成を含んでいた。 二番街線は34丁目から二番街に沿って、フィナンシャルディストリクトへ達し、バワリー、ウォーターストリート、そしてホワイトホールストリートへと達する。1967年に開通したばかりのクリスティーストリート連絡線のグランドストリート駅では、二番街線と六番街線の間で対面の理解ができるように、駅を拡大することになっていた。 また2番街線の列車がマンハッタン橋を渡ってコニーアイランド、スティルウェルアベニュー駅まで乗り入れできるように線路の接続の可能性も検討された。中心業務地区輸送システムと呼ばれる新しいピープルムーバーを導入する計画もあり、乗り換え駅、オフィス、ミッドタウン中心業務地区の主要地点を結んで57丁目、48丁目、42丁目、33丁目の 元に建設されることになっていた。このピープルムーバーは、街を横断する短距離移動車を輸送するバスの代替手段であった。アーチャーアベニュー線の仮想会は、ロングアイランド鉄道本線に沿って、ホリスの188丁目まで延長されることになっていた。121丁目より、東の BMT ジャマイカ線は、新しい地下鉄と重複となることから取り壊されることになっていた。 北東クイーンズのロングアイランド高速道路に並行する路線はベイサイドのスプリングフィールドグールバードまで延長されることになっていた。IRT3 番外線のブロンクス内の区間はメトロノース鉄道のニューヘイブン線に沿ってパークアベニューの下に新しく建設される地下鉄線に置き換えられて取り壊されることになっていた。パークアベニューの地下鉄は 南ブロンクスで2番外線の幹線と連絡し、ダイヤア,アベニュー線及びペラム線からの列車が交流するのと同じ線路に繋がることになっていた。同じブロンクスうちでは、マクタは IND 企画に転換されたペラム線をコープシティへと延長する計画であった。また IND コンコース線をホワイトプレーンズロードへと延伸し、IRT ホワイトプレーンズロード線とバークアベニュー駅、 または、ガンヒルロード駅で連絡する計画であった。ニューヨーク市の鉄道は、さらなる改善をされる計画であった。提案されていたプロジェクトの一つに、ロングアイランド鉄道のアトランティック支線を、ブルックリンのアトランティックターミナル駅から、新たに、ローアーマンハッタンに設けるターミナルへと、延伸するものがあった。また、新たな鉄道の駅を、現在のヤンキース東153丁目駅の、 南側のブロンクスの149丁目に設け、地下鉄との乗り換えができるようにする計画であった。マクタは、さらに、ペンセントラル鉄道の改良を続け、ロングアイランドとダッチェス郡にある、他の空港も改良することになっていた。トランスポーテーションセンターを、ロングアイランドのヒックスビル、パイムエア、ロンコンコマ、パットナム郡のブルースター、ダッチェス郡のビーコン、 ロックランド軍の入手とサファーン、そしてオレンジ軍のゴーシェンに設ける計画であった。改装中のレキシントンアベニューマイナス63、丁明駅、当初のプログラムフォーアクション時代の設計が置き換えられている1968年9月20日に、ニューヨーク市予算委員会と市長のジョン・リンゼイが、交通当局が推薦した8路線中6路線に、 ついて13億ドルの費用で承認を行った。34丁目から東180丁目までの2番街線、63丁目、南東クイーンズ線、ロングアイランド高速道路線はすべて承認された。予算委員会はさらに以下の追加6路線を建設するよう求めた。1969年6月3日にユーティカーベニュー線は若干の変更を加えた上で、 予算委員会によって承認された。キングスハイウェイで終点となるのではなく、フラットブッシュアベニューとアベニュー U で終点となることになり、1970年にはボーリングが始まっていた。ミッドタウンの新交通システムの検討も、1969年11月に開始された。1969年11月24日、63丁目線のトンネルがクイーンズから西へ、 ルーズベルト島から両方へ掘削開始され着工した。この二層構造のトンネルは上層階に地下鉄が下層階にロングアイランド鉄道が通ることになっていた。この路線を IND6 番外線及び BMT ブロードウェイ線へとつなぐセントラルパークの下を走る区間は1971年夏に着工された。 二番街線の起工式は1972年10月27日に挙行され、それから間もなく二番街103丁目において工事が始まった。二番街線の建設費は10億ドルに固定されていたが、翌年13億ドルへと上昇した。3本のトンネルと6本の縦坑が二番街線と63丁目線のために12億3000万ドルを投じて建設された。 事前に組み立てられていた4つの2層構造のセグメントでできた3140フィートの63丁目トンネルは1972年10月10日に連結された。63丁目線とブロードウェイ線及び6番街線をつなぐ区間は1973年10月11日に貫通した。5番街とパークアベニューの間の区間の63丁目線は 1974年8月に着工された。IND クイーンズブールバード線に対するバイパス急行線となる単線路線の計画は1972年に伏線へと拡大された。BMT ジャマイカ線の121丁目駅から168丁目駅までの区間は東へジャマイカセンター、パーソンズ、アーチャー駅へと延長する。 アーチャーアーベニュー線の仮想海へと接続する余地を作るために取り壊されることになっていた。翌年、北東クイーンズロングアイランド高速道路線の最終設計が公開され、一方南東クイーンズ線に関する最終的な設計も差し迫っていた。1972年夏にアーチャーアーベニューから147丁目に沿って南東クイーンズ線が寄港された。 ブルックリン南東の2本の IRT 路線、IRT のストランドアベニュー線のアベニュー W までの延伸と、IRT イースタンパークウェイ線のユーティカ、アベニュー下のアベニュー U までの支線も設計中であった。またと解消されたマクタは、提案されていた IRT ペラム線の支線をコープシティまで延長する案について、ニューヘイブン鉄道線経由にルート変更をした。 1973年に、または、プログラムフォアクションの進捗報告書を発表した。報告書は、全体として、ほとんどすべてのプロジェクトは、5年前に提案されていた、ゴールよりも進捗している。技術的な障害、法的な障害、管理的な不満、限られた資金にもかかわらず、本質的に進捗しているとした。合計すると、八路線について設計中であり、 三路線は実際の建設工事が進んでいた。またまたは42丁目、48丁目、57丁目の新交通システムについても検討していた。二番街線、63丁目線、北東クイーンズ線、バイパス急行線は高く優先度をつけられたグループ A の一環とされ、1980年から1983年の間には開通するとされた。 優先度の低いグループ B は、それ以外のプロジェクトであった。一方不利な面としては、これらのプロジェクトは、非常に高価になっており、1973年に、これらの延伸線の推定費用を25億ドルと発表した後は、または、費用推定の発表を止めてしまった。プログラムフォーアクションの一環として投入された、ニューヨーク市地下鉄。 R42 電車またの通勤鉄道網における車両更新計画も大きく進捗していた。1970年にまたはペンセントラル鉄道ニューヘイブン線向けに144両の高速コスモポリタン電車を発注し、そして翌年にはさらに200両をハドソン線とハーレム線向けに発注した。最初の新車は1971年9月に納入された。 地下鉄とロングアイランド鉄道もどちらも600両以上の新車を納入された。地下鉄については R40 と R42 が800両、1968年から1973年の間に配置され、ニューヨーク市地下鉄で更新の必要のある車両の数は1883両から956両へとほぼ半減した。 R44 の最初の車両は1971年に納入されたが、これは二番外線での使用を予定したものであった。計画されていたカナーシー線の延伸と線路付け替えは線路と一緒に建設するはずであった提案されていた高速道路に対して地域が反対したことから1973年に中止された。この年の後半にはニューヨーク州民の投票により、 ロングアイランド高速線を含めた5本の地下鉄延伸の費用を賄うはずであった35億ドルの地方債を削減したことからロングアイランド高速道路線が中止された。1971年11月2日に25億ドルを削減したのに続いて投票により債権発行が減らされた2回目のものであった。これによりロワー,ーイーストサイドループユーティカーベニュー線 ノストランドアベニュー線延伸、ジャマイカアベニュー線と、北東クイーンズ線の建設プロジェクトが遅れることになった。1973年の再建発行は、ロングアイランド高速道路線の費用を賄うことに、加え、IRT ダイヤーアベニュー線のコープシティ延伸、IND クイーンズブールバード線のヒルサイドアベニュー、およびスプリングフィールドブールバードへの延伸、アトランティックアベニューの ロングアイランド鉄道ターミナルからロングアイランド鉄道と地下鉄双方のロアーマンハッタンへの延伸クイーンズブールバード線を63番ドライブで分岐させて廃止となっていたロッカウェイビーチ支線を経由してロッカウェイまで延伸といった費用も賄うはずであったこの再建発行と直接関係はないが一部支線に 適用されていた2倍運賃制度は1975年9月1日に廃止された。または依然として他の多くのプロジェクトは実現可能であると考えていた。1974年11月には、またはアーチャー,アーベニュー線のスプリングフィールド・グールバードまでの 区間の開通予定を1981年63丁目線と2番外線の34丁目から125丁目までの区間の開通予定を1982年と見込んでいた。1983年にはクイーンズのバイパス急行線が開通し、同年には2番外線のブロンクス延伸と BMT ジャマイカ線のアーチャーアーベニュー線への付け替えも開通する予定であった。 また2番街線の南側へ、ホワイトホールストリートまでの延伸は1988年までに、そして、ユーティカーベニュー線、ノストランドアベニュー線、ロングアイランド高速道路線と、ロングアイランド鉄道のイーストサイドアクセスのすべてが1993年までには、開通すると考えていた。この時点で何本かの延伸案は中止され、計画は四十マイルの新しい線路を付設することに、 なった。メトロポリタントランスポーテーションセンターに関する予備計画は1975年1月に完了した。トランスポーテーションセンターに対して引き続き反対があったことから1976年9月にグランドセントラル駅大対案が発表された。この案ではロングアイランド鉄道がグランドセントラル駅の仮想会を代わりに利用することになっていた。 プログラム4アクションが進行している中、または財政赤字の増大に苦しみ、次第に運賃の値上げと運行水準の低下につながっていった。プロジェクトは1975年から1976年にかけてのニューヨーク市財政危機により資金がつき、またもまた継続的な資金源がなかった。1970年代半ばから1980年代初めに、 かけて完成させる計画であった、プログラムフォーアクションの路線群は、この財政危機によりすべて削減するか中止しなければ、ならなくなった。この財政危機のため、プログラムフォーアクションの中で2カ所だけ完成にこぎつけた、アーチャーアベニュー戦と63丁目線は、当初案より短縮されてしかも遅れ、延伸をすべて取りやめてしまう計画もあった。またがクイーンズにおいて提案していた。 40マイルの新しい地下鉄は15マイルへと短縮され、ついに最終的には3路線のみが建設されることになった。63丁目線、アーチャーアベニュー線、そして2番街線の一部区間である。2番街線の建設は1975年に無期限停止となったが、連邦政府が このさらに10年後に残る2つのプロジェクトへの資金提供を中断した時点で、どちらの路線もまだ完成していなかった。アーチャーアベニュー線は1988年に開通し、63丁目線もまたその翌年に開通した。どちらの路線も3駅を有し、当初案からは縮小されたものとなった。しかし2番外線の建設は1975年に中断された。 クイーンズのジャマイカ東部の高架線と、ブロンクスの3番外線の高架は1985年までに廃止となった。ジャマイカの高架線は、その一部のみが、アーチャーアベニュー線に代替されたが、一方で3番外線については代替する、都市鉄道は建設されなかった。63丁目、線地下鉄部63丁目、線路21丁目。 クイーンズブリッジ駅1976年夏までにセントラルパークから新しい63丁目トンネルを通ってジャマイカに至る南東クイーンズ線の一部を構成する63丁目線は計画されていた5.8マイルのバイパス急行線が着工に至っていないこともあり1987年から1988年へと遅れていた 当局は既存のクイーンズプラザ駅となりのノーザンブールバードにクイーンズブールバード線本線の列車と63丁目線バイパス急行線の列車の乗り換えができる新駅を1983年か1984年までに完成させようと提案した。この路線のマンハッタン側の区間はこの年に完成した。ニューヨークタイムズは1978年5月に 新線は1フィートあたり10万ドルかかり、とても短くわずかな乗客にしか利用されないと述べ、拡大計画は当初の長さの5分の1に削減されたと報じた。この記事では、クイーンズバイパス急行線は、早くても1988年に遅れると述べ、進展している区間は63丁目線のノーザンブールバードまでとアーチャーアベニューのわずかな区間だとした。 63丁目線のジャマイカまでの開通日は1985年を予定していた。1979年初めの時点で40マイルに及ぶ新線を宣言する張り紙が依然として見られた。ものの、このうち25マイルはこの時点でもはや計画されていなかった。1980年には、またはプロジェクトを停止してひどく破壊され老朽化し、利用者がいなくなっている。 既存の地下鉄構造物に資金を振り向けると決定した。この時点で63丁目線は1985年に完成する予定であったが、バイパス線はそれより後とされていた。1981年に資金不足によりまたのすべての新地下鉄、バスプロジェクトに関する入札は63丁目線とアーチャー,アーベニュー線のすでに建設されていた。 区間以外について停止された。または63丁目線をマンハッタンからロングアイランドシティまで完成させることを承認した。1983年春に、またはトンネルについて洗い直し、5つの可能性を検討した。この提案はトンネルをそのまま放置するものからロングアイランドシティに終点を置くもの、1960年代当初の ロングアイランド鉄道本線までつなぐものまであり、最後のものはこの時点で10億ドルかかると見積もられていた。21丁目。クイーンズブリッジ駅の1984年時点での利用客予想は地下鉄網の他の部分に接続しないのであれば、1時間あたり220人であるとされた。またはこの路線をより活用できる他の4案を検討した。クイーンズバイパス急行線。 路線をホレストヒルズ -71 番街駅までロングアイランド鉄道本線に沿って延長する。1998年に完成見込みで9億3100万ドルかかる。これは1968年のプログラムフォーアクション当初計画でこの路線について提案されていたものである。またこの案は E 系統及び F 系統の急行列車の輸送力と旅客数を増やす。 唯一の案であるとまたは考えていた。ノーザンブールバードに提案されていた駅では、クイーンズプラザ駅への乗り換えコンコースが設けられ、各駅停車、急行、そして新設のバイパス線の列車の間で乗り換えができるものとされた。63丁目線をノーザンブールバードにおいて、IND クイーンズブールバード線の観光線へとつなぐ。 この案は最も早い1993年までに完成し、最も建設距離が短く、最も安い2億2200万ドルであった。しかし、地下鉄号で最も混雑しているクイーンズの E 系統及び F 系統は、こうした接続では輸送力増強とならず、一方で63丁目線は、線路容量の3分の1の列車しか走らせられず、 さらに将来的な路線延長の実現可能性を減じることになった。またこの案では G 系統をクイーンズブルールバード線で各駅停車として運行するのを止めてコートスクエア駅で折り返さなければならない。この案に似たものが最終的に選ばれ、会系統は混雑緩和のために63丁目線経由に変更され G 系統は コートスクエア駅北の運行を打ち切られた。路線をサニーサイド車両基地経由で延長し、ロングアイランド鉄道モントーク支線に乗り入れて、ジャマイカのアーチャーアーベニュー線仮想会へ直接向かう。クイーンズのモントーク支線は、現状貨物列車のために用いられており、旅客列車は1998年に廃止されている。この路線を改築して電化するものであった。 モントーク支線は121丁目のすぐ西のルファーツ、ブールバードで BMT ジャマイカ線の広角間に合流し BMT 側からアーチャーアベニュー線へのアプローチを利用する。ジャマイカの高架線はブルックリンのクレセントストリート駅までに短縮されバスで代行される。新駅をサニーサイド車両基地内のトムソンアベニュー、モントーク支線沿いに かつてのフレッシュポンド駅跡とのフレッシュポンドロード、かつてのリッチウッド駅跡とのウッドヘイブンブルールバードに設ける計画であった。モントーク支線の廃止となったリッチモンドヒル駅は改修されて地下鉄対応用に延長される予定であった。ロングアイランド鉄道は夜間に貨物列車専用にこの線路を使用する。5億9400万ドルかかり、開通は1997年とされたが、 計画上は新しい古典橋などを設けて踏切を除去するとしていたものの列車の通行が増大することと多くの踏切の危険性を恐れたためモントーク市線沿線住民は反対していたこの路線をサニーサイド車両基地内に設ける新しい地下鉄とロングアイランド鉄道のターミナル駅トムソンアベニューまで延長しクイーンズプラザ駅への徒歩乗り換えを提供し モントーク支線でローズレールやクイーンズビレッジへ向かう新たなロングアイランド鉄道の系統へも接続する。ロングアイランド鉄道は改築され、平面交差が除去され、電化される。リッチモンドヒル駅はロングアイランド鉄道の列車本数増加に備えて改築され、ホリース駅とクイーンズビレッジ駅は相対式ホームから島式ホームに改築される。 4億8800万ドルかかり、1995年完成とされたが、やはり、モントーク支線沿線住民から反対された。中央クイーンズの郊外にある、グレンデール、リッチウッド、ミドルビレッジといったコミュニティは、それらのそばを通っているモントーク支線に関わる、いかなる提案にも強く反対した。最終的に合意された計画は、2億2200万ドルの、 費用と少なくとも8年をかけてトンネルを IND クイーンズブールバード線へとつなぐというものであった。このプロジェクトは1時間あたり16,500人の乗客を見込めるとされた。これは何もしないという以外では最も安い案であった。またの取締役会はこの計画を1984年12月14日に承認した。 63丁目線のロングアイランドシティまでの区間は1985年末までに開通すると見込まれた。1985年までにこの路線の建設費は8億ドルに達しており、使用可能にするためには修理にさらに2億ドルを要するとされた。またはこの路線の放棄も検討したが、トンネルが検査されて健全であると診断されたことから、または クイーンズのロングアイランドシティに21丁目クイーンズブリッジ駅を追加することを決定した。しかし63丁目線の東部クイーンズへの延伸はもはや計画されていなかった。ただし21丁目クイーンズブリッジ駅を過ぎたところのトンネル終端部に将来的な急行バイパス線に向けた準備工事が実施された。百八十四年の提案に基づいて 実行に移されたものはなかった。63丁目線は10年以上の遅れを経て、1989年に開通したが、終点は21丁目、クイーンズブリッジ駅であり、かつては壮大な計画の路線は、どこにも繋がらない役に立たない地下鉄となった。1990年に、クイーンズブールバード線接続の修正案が選択され、 クイーンズブールバード線の観光線と急行線の双方の線路につなげられることになった。2001年に29丁目にある63丁目線のクイーンズの終端部からクイーンズブールバード線の36丁目駅への接続が完成し、クイーンズブールバード線の観光及び急行列車の双方が63丁目線へと走れるようになった。 この接続工事には6億4500万ドルがかかり、大きな系統変更が行われた。1985年の接続案では、B 系統、N 系統、Q 系統、そして K 系統の復活が63丁目線経由で、クイーンズブルールバード線、またはバイパス線へと延伸されることになっており、一方、K 系統は53丁目経由のままとされることになっていた。 連絡線工事の一環として、将来的なバイパス線や乗り換え駅の建設といった工事を容易にするために、新たな準備工事が実施された。63丁目線ロングアイランド鉄道部、ロングアイランドシティにある63丁目トンネル東端部、イーストサイドアクセス向けの工事中、ここには、将来の地下鉄用の準備工事もされている、ロングアイランド鉄道の列車が計画中の、 メトロポリタントランスポーテーションセンターへ乗り入れるために使うことになっていた63丁目トンネル下層部の建設は上層部の地下鉄街と共に完成した。しかしトンネルが完成する前にロングアイランド鉄道のプロジェクトは中止されていた。ニューヨークタイムズは1976年時点で63丁目トンネル下層階は依然として建設中であったが、 上層部はこのトンネルが決して使われないであろうことを知っていたと書いている。また議長のリチャード・ラビッチはこの工事を中断するのは不可能であるか、あるいは残りの地下鉄部分の工事を実質不可能にしてしまうほど高くつくと述べた。全長8600フィートのどこにもつながらないトンネルは上層階の地下鉄トンネルを支えるという主に構造上の理由で完成させられた。 同様の計画であるイーストサイドアクセスは2006年12月に着工した。イーストサイドアクセスプロジェクトでは、グランドセントラル駅の下に、新たなロングアイランド鉄道のターミナルを建設し、63丁目トンネルの仮想海を使う予定となっている。アーチャーアベニュー線、アーチャーアベニュー線のジャマイカセンター、パーソンズ、アーチャー駅、アーチャーアベニュー線は当初、 63丁目線の一環として計画されていた南東クイーンズ線、そしてジャマイカ高架線の代替線として着想されたものであった。1976年5月までにアーチャー,アーベニュー線の区間は1983年までに完成すると見込まれていた。しかし1975年から1976年にかけてのニューヨーク市の財政危機により市は、 債務不履行に陥り、1980年10月に当局はこのプロジェクトを停止し、資金を既存の構造物の修繕へ回すと決定した。この時点でアーチャーアベニュー線は1984年に完成すると見込まれていた。1981年にプログラム4アクションの2路線を除いて、新規のプロジェクトに対する入札すべてを停止した際に、または、 ジャマイカ地区の経済改善を助けるために、アーチャーアーベニュー線については完成させることを承認した。この路線もまた、コンクリートの品質、トンネルへの漏水、建設の速度に関する合意の不成立、そしてトンネルの状態に基づいて、連邦の都市大量輸送管理局が資金投入をためらっていたことから、建設が遅れていた。しかしながら、 予定されていた期日よりも1年早い1983年に完成した。市の財政危機により計画されていた地下鉄路線はジャマイカセンター、パーソンズ、アーチャー駅までに短縮され、ロングアイランド鉄道のローカストメーナーの線路時期を利用した延伸案のための準備工事も用意された。路線は1988年12月11日に、 当初予算のほぼ5倍の費用をかけて大幅に短縮された全長2マイルで開通した。この路線はジャマイカセンターまでに短縮されたためスプリングフィールドガーデンズに計画されていた近代的なターミナルは建設されず線路容量は2層の構造を合わせて1時間に12本までと大きく制約を受けることになった。2番外線放置されている2番外線の トンネル IND 二番外線は、プログラム4アクションの期間プロジェクトであるとされていた。1964年の報告では、完成させるべきプロジェクト一覧の中で最優先を与えられていた。この路線を建設しようとする過去の試みは、失敗に終わっており、ニューヨーク市は過密となっている IRT レキシントンアベニュー線の救済のためにも、二番外線を完成させたいと望んでいた。 トンネルのうち22ブロックは最終的に建設された。さらにイーストビレッジにおいてトンネル工事の準備がさらに7ブロックにおいてなされていたが実際に掘削はされなかった。しかし1975年から1976年にかけての財政危機に加え都市の住民が大規模に郊外に移転していったことによりまたもしも二番外線を完成させる資金がなくなった。 二番外線の建設は1975年9月29日に中断され、クリスティーストリート連絡線と BMT63 丁目線への接続を除いて3区間のみが完成していた。ニューヨーク市地下鉄の歴史でも最低の時期であった1978年に州の会計監査役のアーサー・レビットがこの路線を完成させる計画はないと述べた。 完成させられなかったことから、1981年から地下鉄利用者の代表者をしていたジーン・ラッシアノフは、ニューヨーク市で決して建設されない最も有名なもので、誰もが正しく疑っている。何度も約束されたが結局実現しないと述べた。アッパーイーストサイドにおいて、この路線を完成させるための再建発行が2005年に承認された。 新しいプロジェクトでの建設は2007年に開始され、第一段階として72丁目駅から96丁目駅までの区間が2017年1月1日に開通した。第2段階のイーストハーレムまでは96丁目駅北にある1970年代に建設されたトンネル区間を利用する予定となっている。プログラム4アクションの結果として2回の 系統変更が実施された。1回目の変更は1988年12月11日、日曜日にアーチャーアベニュー線が開通した際に実施された。2回目の変更は1989年10月29日、日曜日に63丁目線が開通した際に実施された。ほとんどの系統変更はアーチャーアベニュー線開通時に実施されたものである。 しかし一部の変更は完全に偶然なものである。こうした変更は1日370万人を超える利用客に影響を与えた。1回目の変更の翌日である1988年12月12日にラッシュ時の地下鉄利用者に地図が配布された。対照的に63丁目線開回通時にはわずかな系統変更のみであった。B 系統と Q 系統。 それに JFK エクスプレスがマンハッタンの57丁目、六番街駅からクイーンズの21丁目、クイーンズブリッジ駅へと延長された。しかし JFK エクスプレスは6ヶ月経たない1990年中に廃止された。2001年に63丁目線連絡線が開通した際には地下鉄網全体でさらに大規模な系統変更となり、 B 系統や Q 系統が63丁目トンネルを通らなくなり、海系統の急行がクイーンズブールバード線から63丁目線へ運行されるようになり、平日は G 系統がコートスクエア駅へ行かなくなり、かつて海 G 系統が運行していたクイーンズブールバード線の区間をカバーするために V 系統が設定された。しかし、それも2010年に廃止され、ブロードウェイ、 ラファイエットストリート駅から2番街駅までの区間を除く全区間は M 系統に代替された WEN テンプレートアタッチド KML プログラムフォーアクションウィキデータにある KML ありがとうございます